エコーランドは 2,3 ヶ月ごとに設定するテーマに合わせて展開される物事が変わるキュレーションメディア型店舗です。こちらはマーケットスペースで10月の17日までトラストというテーマを設けて様々な物事を展開しています。ここはオリジナルブランドのトラスト&インティメートの試着スペースとなっていて、こちらで試着をいただいてオンラインサイトで購入していただくような仕組みになっています。ここはお店に併設しているプレスルームでファッション雑貨からお洋服まで様々なブランドさんを取り扱っています。私がイコーランド渋谷でおすすめする商品はこのユリ岩本さんの牡蠣のシリーズです。ユリさんは有機的なガラスのフォルムと生命を宿したような一緒に暮らしたくなるガラスっていうのをテーマに制作されていて、もともと私の大学の先輩でそのつながりでご紹介いただいて、イコーランドでは通年を通して販売する商品として展開させていただいてます。これは心臓の形の牡蠣なんですけど、刺すところが2つあるので、こう刺すお花を変えながら楽しめたりとか、こう一緒に暮らせるような愛着を持てるような牡蠣としてお使いいただけるのでとてもおすすめです。今回私の友人でもあり 11PM というイベントクルーを共にしているチリコという方と一緒に3つのアイテムをセレクトしました。その中で今回私がおすすめする商品はこのホールツリーのルームスプレーです。この香りの私はフォーウッドソイルという香りを使ってるんですけれども、これはなんかちょっとスパイシーで、なんか木の香りが強すぎない甘い感じの香りがするので、家でなんかちょっと気分転換したい時に使ってます。私がおすすめするのは WIM というブランドで、2020年の5月にデビューしたアクセサリーブランドになります。このブランドは20代の女性3人組がデザインと制作を行っていて、それぞれに女の子の名前がついていて、ドナという名前のアイテムだったりとか、あとはこれは夏のコレクションとして発売したシェリーというアイテムになっております。ブランドのコンセプトとして、その小さな女の子の名前がついているアクセサリーをお守りとしてつけていただけるように作成をされております。ビーズアクセサリーが基本的にアイコン的なものになるんですけど、ブランド自体はこういったオリジナルのマスクだったりとか、あとはマスクコードも一緒に販売をしております。このブランドのトラストな部分としては、ビーズアクセサリーでこう糸が切れるとちょっとバラバラになってしまって元に戻らなかったりすることもあるんですけど、このブランドさんではリペアサービスも行っているので、一度気に入ったアイテムがあればまたリペアをしてもらって長くつけていただけるようになっております。